昨日は鳥類が備えている呼吸器官である。鳥類のたる恐竜にもほぼ同様の器官が存在したことが研究によって示唆されている。陸上獅子動物は肺呼吸を行う。哺乳類では肺呼吸の効率化のために横隔膜を持ち複式呼吸を発達させた。哺乳類は横隔膜による肺の拡大、縮小による吸気、排気を行う。 鳥類では呼吸の効率化のために肺の前後に機能を持つ。肺は何本かの管を束ねたような形状で前後の開口部が機能につながっている。肺への吸気、排気は機能の拡大、縮小により一方向に空気を流す形で工場的に行われ酸素を消費した後の空気が肺にとどまることはない。前後の機能はそれぞれ全機能、5機能と呼ばれる。 具体的には、肺と腐機能の両方で空気を吸い込み、息を吐くときは、腐機能の新鮮な空気は肺に入り、肺の空気は腐機として全機能に入り、全機能の空気は腐機として排出される。機能による呼吸システムは哺乳類が選択した横隔膜による同様のシステムよりも、はるかに呼吸効率が高い。そのため、鳥類ははるか1万メートル上空の空気密度の、 低い空間でも呼吸が可能である。例えば、アネハズルやインドガンはヒマラヤ山脈を越えて渡りをすることで知られている。マダラハゲワシは高度12000メートルで飛行機のジェットエンジンに吸い込まれたという記録がある。呼吸効率面では優秀な機能であるが、ポンプの役割を複数持つというスタイルが禁する。 スペース効率の悪さがネックとなり、呼吸器官の小型軽量化という面では優秀なシステムとは言えない。非鳥類型獣脚類と原生鳥類の機能前、機能背後機能鳥類は獣脚類の恐竜から分岐して進化した。原存鳥類の呼吸システムを獣脚類がすでに持っていたという仮説があり、研究が進められている。2005年には、 マジュンガサウルスの脊椎骨の構造の研究から、獣脚類が機能を持つ証拠が提出され、この仮説の実証が前進した。中世代に恐竜が哺乳類よりも繁栄を成功させたのは、この呼吸システムのためとも言われており、古生代末から中世代はじめにかけての低酸素時代にこの形質が、著しく適応的な形質となって、 恐竜の台頭を招いたのではないかとの仮説も提唱されている。これに対し、哺乳類は横隔膜を発達させた。哺乳類の子祖たる単有ミ,ミ類が一番栄えたのは2億9900万年前から2億5100万年前頃であり、石炭期には木材のリグニンを分解できる菌類が十分に進化しておらず大量の炭素が石炭として固定化され、 ペルム期初期の酸素濃度は35%にも達した。その後、二酸化炭素低下による寒冷化に伴う植物の炭素固定能の減退、および菌類によるリグニンの分解などにより、ジュラ期前期の2億年前には酸素濃度は12%まで低下した。黄角膜方式は高酸素には対応しているが、低酸素環境には対応していないため、この頃までには、 単ユ類の大部分が絶滅した。呼吸効率においては、大隔膜は機能に劣るものであり、恐竜という強力な競合相手が絶滅するまでは、哺乳類の祖先は、日陰者としての生活を余儀なくされた。過去10億年の大気中の酸素濃度の変化。ありがとうございます。